ヤリイカはヤルイカ科に属するイカの一種。ケンサキイカは別属である。標準和名、ヤリイカは全体的な姿形がヤリモホに似ていることから、漁師の間でそのように呼ばれたのが始まりとされている。流通名、地方名には、ササイカ、サヤナガ、テナシ、鉄砲、尺八イカなどがある。英語でもスピアスクイドといい、学名記載者の名をとって、 ブレッカー、エススクイドとも呼ばれる。目が薄い膜で覆われていることを特徴とする。平岩類に属する。外頭長は40センチメートル程度で、その胴体は細長く円錐形である。通常は透明性の高い体色をしているが、興奮時には茶褐色の色素を強くする。北海道から九州までの日本列島宴会及び、朝鮮半島、九州、 中国・上海周辺の3地域に囲まれた海域、すなわち、公海全域と東・シナ海東部海域に分布する。早春から産卵期に入り、各地の沿岸に集まってくる。よって、春が漁獲期となる。産卵行動が異なる複数の個体群に分かれる。漁獲量の変動要因として、冬の水温が摂氏7度以下になると荷率が下がり、資源量は減少する。 このため、北、太平洋にある、アリューシャン低気圧の勢力が増すと減少し、低気圧の衰退を受けて、増加に転じる。日本では、スルメイカより、格上の扱いを受け刺身や寿司種として、生食に多く使われ、また、風汚し、直火焼き、煮付け、塩辛でも食される。スルメは、剣先イカともに、最高の東級とされ、一番スルメの名で呼ばれ、 畜用、サする芽などの画面を持つ。中でも五島列島産のものを五島の一番スル芽と呼び、最高級品として珍重される。非常に太い神経生理と巨大なシナプスを備えているため、生物学では神経生理のモデル生物として用いられる。前述の通り実験素材として優れていたが、イカ類は臆病で神経質な種が多いため飼育が非常に難しく、 ノーベル賞受賞者のコンラート・ローレンツも人工飼育が不可能な動物としてヤリイカを挙げていたほどである。しかし1975年、電子技術総合研究所の松本元がこれに成功した。脳科学者である彼は生物の飼育は専門外だったが神経、情報伝達研究のため3年がかりで達成した。これを知ったローレンツは直ちに現地におき、 一週間に及ぶ慎重な検証を重ねた結果率直にこれを認めたこの時彼は開発された飼育技術に対しすべての水産生物の未来を変えるとまで評価しているポイントは円形水槽の回転水流で泳がせ続けることとアンモニア除去の徹底で特にアンモニアは循環ろ過フィルター内にアンモニアを 参加する細菌とそれを還元する細菌の繁殖、保持により達成された。これは現在の海水魚飼育で基本的な技術となっている。漁業者以外でも釣りを楽しめる。岩壁から釣るには海底に産卵に際して成熟した生態が雪岸する冬から春が絶好のシーズンである。エギで手軽に、またはエサ巻きエギと呼ばれる独特のイカ針に 魚のミヤや鳥の刺身などを取り付けての浮き釣りが人気がある。ありがとうございます。